画面の前の皆様、こんにちは。メラビティクイでございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。よいしょ。ブライトだ。はいはいはい、なるほど。新作ですね。秋の新作。秋の新作パーク。あの当店ももう触っていいっちゅうことやな。え？だって3戦連続仮子なんですけど、どういうことですか？対面対象誰？ああ、ビットリさんか。バレてない。絶対バレてる。絶対バルテアロリコだよな。背面カリコだよな。もうこの場合はユンジンがどうにかするしかないです。治ったんだったら今対面消えてるんで、今多分対面入ったな。また叫んじゃうな。心音聞こえてるんで、帰りましょう。逆側とかもやりに行った方がよくない？のせいかな。オブセッションなんでストライク持ってるって信じてます。持ってないっすね。帰ってきそうなんで放置してもいいかなと思ったんですけど、まあ救いましょうか。戻ってきそう。あいつストライクないやん。ストライクないやん。ないやんないやん。
危ねえ。安全ライトを使いたいんだ私は。私はその安全ライトを使っていきたい。痛い。安全ライトを使った意味が。ここやここの3つが残りそうな予感がしている。もう上やるか。よいしょ。エンジン見つかる。ナイス。ダウン食らってく。見つかってる。ビーチの人々がよく見つかっている。これはまずい。逃げ切った。起こす。なんか風向き変わったんだよ少し。気持ち。うお、リーチの人守れい。リーチを守れい。リーチを守れい。不滅とかねえけど。帰ろう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 。道義的責任を果たしたように思える。あくまでも思えるってだけ。よっしゃ帰ろう。ビスコンティ行くよ。
行くよビスコンティ。あれ、目くるまし入らんかったな。サングレネードってサバイバーでも目くるまし入るんだけど、キャラクターが向いてないとダメなのかな。エボは、ああ、なるほど。対面最後まで残ってたけど、支配は、これは呪いのトーテムじゃないんだ。だから最初に壊れたのがカリ、違うな、エボアで、その次カリコでってことか。対面は最後まで残ってた。うん。なんやかんや、あの、最後の壁生きたか。壁のおかげで私逃げれた説はある。どっちかは死んでた。でもあれ、あのビットリを殴ろうとしてくれてたんで、発電機回ったっていうのはある。まあまあ、命は救えなかったが、トータル3人逃げれたんでよしとしましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。